にちは、おちょん。今日も実家です。今日巻いてみた。友達に後ろはやってもらったけど、仕事な、頑張って。おしょちゃん、いっしー。今日チョーカーついてるの。昨日買った。昨日と一緒。 BGM？ セミの鳴き声のこと？巻き髪に合ってる？よかった。ストレートアイロン持ってくるの忘れちゃって、ちょっと大変だったけど。バラありがとう。今日もおちちゃん可愛い、ありがとう。仕事中だから、またね、また来てね、タックル。髪型可愛いな。今日もあやむちゃんいる。泊まってたんだよ。お泊まりしてた。おいえー。半分ちょうだい。じゃあパサッ。あ、ハートありがとう。めっちゃ来た。こんにちは、ごっちゃん。こんにちは、なう、なう、ありがとう。あと10、20、30、40、50、ありがとう。握手会で浴衣、あー、どうしようかな。浴衣うちにあったっけな。あったら着ようかな、じゃあ。ニハオ、ニハオ。わ、ハートいっぱいありがとう。嬉しい、今来た、ありがとう。この時間みんな仕事かな。めっちゃ綺麗じゃない？キラッキラ、キラッキラだよ。髪型かわいい、ありがとう。こんにちは。黒、黒、ウホウホ配信みたいに、ウホウホ、ラメってる、ラメっとるよ。スライムにハマってる。そう、ハマってるの。めっちゃ綺麗じゃない？あ、また髪の毛入った。よいしょ。こんにちは。なんていうの？ワンは読めるけど、ゾワン。お初です。お、源十郎さんかな。ST48 おちちゃんことチョーリーです。よろしくお願いします。よかったらフォローしてね。服につけない。ほんとそれ。体調崩して早退な。大丈夫？なんかお茶がハマるものと妹がハマるものが一緒なんだけど、前はスクイズにハマってた。あ、私もスクイズに前ハマってたよ。一緒じゃな。源十郎、ごめんなさい。源十郎さん読めなかった。今日もおちょちゃんかわいいよ、ありがとう。めっちゃ友達が画面ガン見してる。今日何するの？何したい？何したい？ちょっとこれ光が強すぎるな。どっちがいい？これとさっきの？お蝶に呼ばれてきた、ありがとう。まだ山ちゃんいるの？いるよ。お泊まりです。
何もさ、お泊まりの用意持ってきてないのに、じゃあ泊まろうって言って泊まっとった。そっちがいいね、ありがとう。じゃあプチプチ言う。友達はチャイナよ。どういうこと？友達はチャイナじゃありませんよ。こんにちは。けん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 ずつさん、こんにちは。今日は涼しげな衣装、南国風だね。そう、南国風。にんにん、ずっと鳴ってる。にはおにはお、ケーキ坂っぽい。嘘、ほんまに嬉しい。それは嬉しい。何しよう、何したい？めちゃプチプチいる。もうどこかにお出かけしましたか？駅とかさ、めちゃうろうろしてたよ。てかもう2日連続で岡山駅歩いてたよ。なんかね、歩いとった。とりあえず怖いから、一応変装したけど誰にも気づかれんかった。誰か気づいて。これは自作っちゃ自作だけど、この100均のスライムの中に自分でさらにキラキラを入れたやつです。 STU ってどこ？申し訳ないです。 STU は瀬戸内です。瀬戸内なんで、今まで AKB だったら秋葉原みたいな一つのとこじゃなくて、瀬戸内はいろいろ、広島とか岡山とかいろいろな県が集まって STU です。私は岡山県。岡山地元帰ってるんだね。お祭り行った？ウラジャとかってこと？お祭りは行ってないな。見てます。気づかれないのも寂しいよね。うん、街で見かけたら声かけてもいい？全然喜んで、はいって言いますよ。初見です。花さん STU48 おちちゃんこと調理です。花さん、よかったらフォローしてね。花さん、細すぎ、ちゃんと食べてる？でもね、私結構食べるんだよね。でも本当にね、食べるのは食べるよ。イカ水なんです。またスカートについては友達がつきそう、服にスライムが。 M ちゃんだった。 M ちゃん、キライムだね。ライバル坂道に対抗すべく星になってるよ。これめっちゃキラキラつくよね、机に。グネグネしたら取れるんだ。ウラジ動画見たらめっちゃ細かった。よく言われる。でもお腹だけは出る、お腹と顔だけは太るんですよ。それが服につく大変、本当だよね。また髪の毛入ったよ。どんだけ自分抜けとんやろ。これは服、でも前服についた時すごい大変だった。岡山から、こんにちは。すー、こんにちは。岡山紹介夏休み日記はそのうちブログに書かれますか？もう時間ないよ。
モデルできるね。本当モデルやりたい。でもモデル顔じゃないんすよね自分。どうもありがとう。モデル顔だったらいいんだけどね。モデル顔じゃない気がする。なんだっけ、なんだっけ、昼ドラに昼顔に出とる人なんだっけ、昼顔に出とる女の方の名前なんだっけ。ランウェイ歩く方のモデルだね雰囲気は。ほんま？あ、そう、上戸彩さん。なんかね、前パルトと話しようって、パルトにショールームで自分は昼ドラ女優の顔なんだよねっていう話を今日の配信でしたんだよねって言ったらな、パルトが何あなた上戸彩になるのって言われた。ファルト最高かよとか思いながら。ファルトはやっぱ面白いわ。その隣でももちゃんが爆笑しようた。何をじゃなんの頑張ってははってももちゃんがめっちゃ笑いおうた。ちげえよって言って。ファルトは天然。面白いパルトはめっちゃ面白い。パルト推し。瀬戸内のダブル。推しが天然っていうか、なんて言うんだろう。パルは面白発言をよくしてくれる。面白いから大好き。めちゃピラーンってなる。お昼何食べるの。何食べる。なんか食べたいのある。アイス、アイスだそうです。瀬戸内ツアーって何。痛い、投げないで。痛い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 。マチャリンさんの配信出てほしいってことかな。欲しいなっとるけど。アイス食べたいって言ったらさ、私のさファンのアイスっていう子がさ呼んだってきた。めっちゃ笑っとる。お茶ちゃんしょこ。お茶ちゃんが料理するの。今日朝ごはんもね友達が作ってくれた。パンと目玉焼きとナゲットとなんだっけあれ、フライドポテトだった。ジェラート、ジェラート食べたくない。どこにあるん。めっちゃ遠くなりそうじゃない。見て、おしゃれ。テーマ言うね。足に覆いかぶさったスライム。今日暑いからジェラート。でもジェラートってさすぐ溶けるくない。前ねなんかパルトと食べとって、多分パルトじゃん、めっちゃベッドベッド溶けて、パルト助けて助けてってずっと言ってた気がする。歩きながら油で揚げるのすごいね。だってやばキモっ。まさか M のつかハンバーガーショップとか M さんだけに。 M はつかんな。
ちゃべちゃになるよね。マックの新商品美味しそうだって。何新商品出たの知っとる？シトン、え、シトン、何それ、ワックシェイク桃&桃ってやつ、え、それ、え、何それ、めっちゃ美味しそうじゃん。食べたい、食べたいね。ももちゃんからなんか来た了解だ岡山弁落ち着く。友達といるってやっぱ岡山弁は出るかな。桃のやつまだ食べれてない、美味しかったって、いいな。今日の雰囲気かわいいね、ちょっと変えてみた、昨日とはちょっと違う。セミの鳴き声すごいね、にーその変な顔しないで。夏毛って大人、大人の魅力解放バンジョン、バンジョンって言っちゃったかっこよく読もうとしたんだけど。こんにちは、おちちゃん、超久しぶりよ。ほんとだね、さすがご当地。食べたら報告して、報告して。ねえこれかわいいんだよ、かわいい。岡山弁ってどんなの？ね、友達って声だけ出演していいと思う？ダメかな？そしたら岡山弁で話せるのにね。もう大丈夫かな？そのさ、私らのさ、方便さ、岡山市の方便じゃないじゃん、地元バレるかな、大丈夫よね。問題ないんじゃ。初めて見る新ちゃん大将さん、石井ほじとおちちゃんこと調理です、はじめまして、よかったらフォローしてね。声だけなら大丈夫なんじゃない、いいんじゃない、いいんだ。どっち話す、普通の声で話す、それともコソコソって話す、裏声で話す、なんかコソって話す。ひまちゃんパンダ頑張って、ありがとう。ギリギリ映りそう、ここまでね危ない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 女の子、じゃんけん誰がするんだろうな、じゃんけんはわかんない。おうちゃんはでも一番あれなんでね、誰がするんだろう、まだ分からん。ワンワンも声出演してたし、あれはうるさい、静かにして、今仕事中って言っても静かにできんだろう。代表決まってない、え、それキモい、待って、ここで冷やして、確かにもうちょっと呼び捨てになる。私じゃんけん大会出るんじゃけどさ、勝ったらどうする、びっくり、1回戦で負けたら逆に睨む、タイムハマっとる。じゃんけんしたくないんじゃん、まちがりゆさん、じゃあひいわたんさんえ、ちょうだいよ、ちょ一緒にじゃんけんしようや、いっせーので、最初はグーじゃんけんほい、勝った勝てるかもしれん、
最初はグッ、じゃんけんほい。最初はグッ、じゃんけんほい。え、強いかもしれない、みんな。じゃんけん大会勝てるかもしれん。エムちゃんに3回連続で勝てたんだけど。おちちゃん強い。ちゃんが弱いんじゃ。ここで運を使うんじゃない。あおちゃん代表者にはならんかな。いける気がする。ごめん、運使い切ったからちょっとダメだわ。もうツイ診療やばく、やばいよね。また来てね。今日ね、カメラアングル違うの、みんな気づいとる？消された。リサは一回勝ってれば大丈夫なんじゃ。昨日さ、店にマインハンクラフトやとってさ、友達とハンクラフトやって、で一緒に家を建ててたの。クリエイティブで叩かないで、くすぐったい。え、気持ち悪い。クリエイティブで家建ててたので、ね、聞いて、ちょっとお母さんにさ、配信しとるらしい。出てきて、多分知らん、やばと思って配信しようってさ。で、なんかね、友達の作った家が金のやつで、マッキンキンの家作り出してセンスを疑ったちょっとびっくりした。スイカありがとう。パックセンスを疑ったなんかね、もう本当にやばいの。本当に友達のセンスやばくってさ。分かったって言った？あれ？何の音じゃ？え？さっきなんか誰か来た音したよね。散歩に行ったんじゃなくて？犬は？事故え、事故なんだけどこんな昼に心霊ですか？え、みんな聞こえた？さっきドーンっていう音。誰か帰ってきてさ、映るよ。誰かなんか帰ってきた感じのさ、ドアがガタンって言った音聞こえた？ちょっと待って。聞こえた。聞こえなかったらしい、画面の向こうからは。え、聞こえたよね。私も聞こえた。聞こえたじゃろ。え？やべえ。で、なんか。さっきさ、友達、お母さん帰ってきたかなって思って、友達に今私配信しとるから上に来て話さんでって言ってもらおうと思ってな、友達にちょっと下行ってお母さんに言ってきてって言ったんだけど、
なら誰もおらんかったって戻ってきたんだけど、怖すぎじゃろ、誰かが入ってきたかも。だってやめてやめて、そんなこと言わないで、トイレ行けなくなる。もうトイレ行けんわご先祖が帰ってきたのでは。ご先祖中国やからな、こっちには帰ってこんかな。いるぞ、やめて。今友達がいるからまだいいけど、一人だったらもう絶叫よ。鍵閉めとったっけ。閉めとらんよな、閉めとらん。暑いけ開けとるよね多分。見上げてごらんだって。見上げて、ちょっと怖いから見上げて見上げ方よ あれ何、虫、あの上に乗っかったの、びっくりした。見上げたらなんかおったからびっくりした。おはよう、鍵は閉めておいで。だって暑いよね多分。気のせいでよ、ね、無理無理、怖すぎる。天井のシミが、怖っ。ちょっと何もなかったことにしよう、何もなかったことにします。じゃあ友達のね、マインクラフトの作った家が、このなんか長細い金色のこういう感じの上にね、この金色の、金色の立方体っていうのかな、立方体の上に乗せたのは砂やべえぞなんかやべえぞって思って。ちなみに私は円型のお家を作りました。円で丸石の上にレンガ乗せて地下を一回作りました。そう、砂ブロック、固まってる方じゃなくて上から落としたらもう落ちてくるやつや大きな船作って、あ、作りたいね、一緒に作ろうや。はい、ありがとう。自転車大会、何自転車大会ってラプンツェルだねってきたよ。キモすごいキモいんだけど、スライムを手に巻かないで。カマありがとう。こんな美人が街遊んでた。でもそこら辺にいるよ私。 F ちゃんの似顔絵昨日描いたけど、もう一回描くわ。今日は前髪おかしいんだよ M ちゃん腕に巻かないで。
ちゃちゃん級全然だよ。ため息つかないで私の配信で。Mちゃんかけた。気持ち悪い、見て。がついてた。眠くならんからねえ、Mちゃんね、アホなの。なんかスライムでこうやってきた。眠くならんわ。じゃあ Mちゃんに質問ある人。筋肉を触らせてよびっくりした、顔で見ない。興味があるのよ。てててて、今日のパークなんだか重くて気持ち悪い。エムちゃんの質問がないらしいよ。あ、あった。おちゃちゃんとどっちが可愛い？めちゃ指さされた。めちゃ謙虚なエムちゃんです。おちゃちゃん、アイスアイスアイス。あと昨日ね、久しぶりにスプラトゥーンやって、なんかすごい鈍ってた。自分がめっちゃ弱くなってて、え、嘘とか思いながらやった。なんかね、割とショック。結構ショック。ありがとう、キヨン。バビブー。昨日はエムちゃんと何したの？ゲームだよね。ご飯食べてゲームして、あとなんかビニール袋にクッキー入れてなんかパンパン叩いてた。だが落とした負け。うわ、疲れた、体力ない。でもほんま体力なくてさ、前中学校の時に遊んでたじゃん。あの頃の体力は何だったんだろうな。びっくりよな。あ、オオカミに探してみるかな。ありがとう、嬉しい。なに、あちゃん、お会いに、わや、お会いに。エムちゃんって誰ですか？私の幼なじみです。おちゃちゃんの笑った行動は？だってある？あるかな。はい、いっぱいあるってSTU48 夏休み満喫してるね。これ STU の夏休みなんじゃ。そうかも。あ、じゃんけん大会は自転車大会とか、あ、そういうこと？ヤンキー時代の仲間。ヤンキーじゃないし、ヤンキーじゃないです。私はエムちゃんは普通の子です。水鉄砲でリアルスプラトゥーンやりたい。インク入れて。めっちゃ悩んどる。エムちゃんとおっちゃんの付き合いはどれぐらい？ね、幼稚園の年少。いっぱいあるんかい。
オオカミの被り物ボンボン、ボンボンって止めなくて、止めるってどういうこと？じゃんけんしよう。さっきして3連勝しました。油性マジック、お化粧事件以外でお願いします。だってお茶茶のむちゃん紹介と、幼馴染で同い年です。葵ちゃん、葵ちゃん仲いいよ。いつも優しくてニコニコしよる。長いの握手会の時よね。うん、スマチョパンダ、おちょちょちょおちょちゃん、じゃんけん大会優勝して、優勝したい。セミ泣きすぎやろ。勝ってるんすよね。ごめん、そう、周りはセミの声、セミの声。どっちがカマチョなの？私らしい。こんにちは、オリビエ、こんにちは。最近のコメントは寝ぼけて変な書き込みしてしまう。大丈夫だよ。私はアカウントないですよ。全部ね、友達がスクショして全て送ってくれる。笑った行動これ私だけじゃなくない問題児2人の君もよ笑った行動、恥ずかしい出来事だって。幼稚園の時、体育館で音楽をかけてみんなの前でスケートとか行って踊ってた踊ってた踊ってた。なんかね、あの靴下脱いで滑ってたなんか私は問題児で、幼稚園の中で結構スウェットって、でカーテン閉めて自分らだけでこう独占しようって。でもなんか男の子たちがそこら辺走り回っとってな、男の子と男の子同士がぶつかったよね確か。で鼻血を出したんだっけ。それでなんかカーテン閉めるの禁止になったとかなかった、自分らのせいで。でもそうだと思う。とりあえずなんかいろいろと問題は起こしとった、可愛い頃に。でしょうね可愛いエピソード。ヘアピン2000ありがとう。監視なんで、悪おちょ。え、他に何したっけ。トイレだ、トイレ、トイレでおままごとなんかね、トイレで一緒におままごと、待って、なんかね、トイレでね、トイレでおままごとしようって。その当時私らは自分よりちっちゃい子をおままごとになぜか入れたくなかったんだよね。なんか自分ら二人だけでしたいみたいな感じで、ちっちゃい子は なんか入れたくなくって。でもいつものおままごとするところでやったら絶対いろんな子が入れてって言っておままごとに入ってくるじゃん。それが多分嫌だったんかな、よく分からんけど。それでトイレなら誰も来ないだろうと思って、トイレでおままごとをしたんですよバカですね。トイレでおままごとして、で、ね、なんか誰もトイレできみたいなあったね。誰もトイレができないし入れないっていう
先生にとっては一番嫌な子供です。あとなんだっけそれやばい。でも他にもトイレあったからさ、何トイレで思うこと、どんなびっくりした。でも先生びっくりしてなかった、入ってた時何やってんのみたいな、なんかトイレが入れないって言われてきたけど何やってんのみたいな。でも中学校とかになったらさ、どっちもめっちゃ丸くなったくない？小1までだよね、ちょっと悪かったの。中学校になったらそんなもん。夏祭りは小さい頃毎年行ってたっけ？行ってたね。あと何があったっけ？覚えとる？なんかそんぐらいしかやってないよね。忘れた。この話題になったらコメントが不正事だらけ。それな、逆に褒められたことあるっけ？褒められたことあった？褒められたことでもあれ悪いことだよね。隠してみたいな、隠して見つけて褒められるやめとく？これは簡単に言います。隠して見つけて褒められました。いじめっ子でちょっとムカついたこのものを隠して見つけて褒められるでもあれはほんま最低よな。いじめっ子だからって言ってな、あれもいけよな。今も最低よな。過去に戻ってさ、頭ぶん殴りたいよな、何してんのって。ほんまあれ最低です。もう靴そんな大きいものは隠してない、めっちゃしょうもないもの、ほんといるかいらんかわからんもの。自作自演ってやつ。そう、もう確かに小幼稚園の頃はちょっと悪かった。多分あれなんでしょうね、あのちょっとさ、みんなをスカッとさせて、他のやられちゃった子をスカッとさせて、正義のヒーローにでもなりたかったんでしょうね。ユニット名決まってるよ、ひまちょパンダです。子供の頃怪我したことあったっけ？ M ちゃんはいろいろ怪我してるよね。そんなしてない？私もしてない。走り回ってたにしてはそんな怪我してない。だからうちのお父さんがめっちゃ心配性でな、なんか私が前自分の家の前でこけただけで、深夜この子は細いから折れてるかもしれないって言って、病院に連れて行かれたの。深夜にな、深夜に。ほんま何しとんじゃろう。お母さんがめっちゃ恥ずかしかったって言おった。
で病院連れてってもらって、結構大きい岡山で大きい病院なんだけど、そこわざわざ開けてもらって、でカット板だけ貼って帰ったっていう。やばいよな。でも私のお父さんならやりそうじゃない？これ友達も蜂の耳です。親ってそんなもん。それは恥ずかしい。自分の娘が心配なんや。あれあれ、俺も子供の頃脳波取った。マジ？いいパパだね。今10時なあ、どういう意味？あるあるだな。怪我して病院行くな。プップッだよね。多分これもパパ見てるから恥ずかしがってると思う。暴露されて。おちょ、またね、またね。かみかわいい、ありがとう。今も細すぎよ。何が見せんの。あちょちゃんこんにちは。ゆっちこんにちは。いろいろある。でこの M ちゃんさ、幼稚園の頃めっちゃ足遅くって、いつもなんか「おりえちゃん待って」って言おうたの。言おうたのによ。今すっごい早いけびっくりする。ええー、みたいな。ガン見したい。ギガン見されたから見ないでって言った。優しいお父さん優しい。細いからちゃんでもね食べてるんだけど、イカ水なんですよね。しかもダンスして筋肉がついて余計なんか引き締まっちゃった。大きな病気ないかな。ない。羨ましいよ。高校生の時なんか海苔しか食べてない雰囲気だった。海苔確かにめっちゃ食べてた。腹筋も頑張ってるの。頑張っとる。太らなさそうでいいね。危ないからここから入ってこないでね。うん、ここ。私の贅肉を分けてあげる。お茶のことガン見せいいよ。俺ももっと痩せないとね。太っとる？そんなじゃない。そんなだよ。バカでしょ。何スライムは。コメントを選んでくれるようになったんだけど、友達が。スライムここにあります。焦ったい。ここカメラだから。どうもこんにちは、ヒロだ。スライムのついたお洋服取れましたよ。スライム懐かしい。プロデューサー M 選んでくれたる。昼休みな。あれ、ヒロって大学生よか。あ、落ちた。珍しく何も食べてない。ほんまや、何も食べてない。さっき食べた。さっきご飯作ってもらった。社会人ですよね。社会人って昼休みあるん？ドリウム？あ、Mちゃんが選んだコメント、まさや、また来ました。みんなコメントしてよ。Mちゃんにさ、選んでもらおう。コメント指さしてくれる。どれ？社会人お昼休みあるよ。あるんじゃな。知っとった？知らんよね。ないとブラックすぎるんじゃ。そうなんじゃ。ないもんかと思っとったな。選んで。これ
M さんよろしくお願いしますね。M ちゃん推しな、やめて。どれがいい？バルオチョ。めっちゃ画質悪い気がする。今めっちゃ画質悪いと思う。てか止まってると思う、みんなから見ると。お嬢さん、前より痩せてない。今日は仕事でおぼか160時間なのでちょうど終わります。皆さん、あ、順位とか載せてくれると嬉しいな。みんな今日も来てくれてありがとう。昨日とね、Mちゃんと一緒の配信楽しかったですか？明日からはまた通常通りの配信に戻ります。じゃあ、今日は来てくれてありがとうございます。また来てね。バイバーイ。我爱你。